ました。セルフで止まりますから。じゃあどうもありがとうございました。行けそうですかね。行っちゃっていいですか。いかん、まだなの。あ、外が。あ、本当なの。外でしょ、置いてく。52歳です。みことちゃんと40歳しか変わりません。40歳ってすごいね、考えたら。ね、なんか遥か遠い昔の話のような気がするんですけど。トライク10周年おめでとうございます。私まだ3年目ぐらいですね。でも来た回数はそうですね、そうちゃんの1ヶ月分にも満たないぐらいなんですけれども、本当にこういう店が車から30、家から30分圏内であるというのは非常に喜ばしいことだと思います。本当にありがとうございます。お世話になっております。今日はそんな思いを込めまして、歌うたいの歌開、周年記念バージョンというのから始めます。よろしくお願いします。おいらは今日はもうこの店で歌っているの差し金歌うたいギター片手にいつでも今日は東明日は西今日はこの店でトラック終演祭はおいらのことを歌わかんなんて言ってるけれど歌わかどうこう何が悪い歌って死ねばほんのこさこりゃもトライクで歌ってるトライクは10周年トライクは10周年トライクは10周年みんなで祝おうトライクは10周年トライクは10周年トライクは10周年みんなで祝おうけどする夜のお前はどんなに危険でどんなに素敵だ大人の寂しい気持ちぎゅっと掴んで離さない全く感と満足感醤油豚骨味噌しやのラーメンのぼる
手を出してしまう男の弱さ、yeah! 明日のことなんかよ今の欲望どうにも止まらないのさ、感情のたった夜のお前はどんなに生きてんねどんなに素敵だ、男の欲望を煽るまるで悪女の良さ、後ろめさたくない特感醤油とんかつ味噌シアのカーペン、俺をいざなう醤油とんこつ味噌深夜のラーメン、でもやめれないさ深夜のラーメン。みさこさんは何ラーメンですか？みさこさんはとんこつのラーメン。いや、みことちゃんは何ラーメンですか？醤油。みことちゃんは醤油のラーメン。いや、トラさんは塩。トラさんはお塩のラーメン。トラクナイさんはね、絶対ラーメン行こう。おやじさんはラーメンよりそば。キリがないからそろそろやめよう。真夜中の誘惑。深夜のラーメン。なんてバカバカしい歌をやってしまいましたが、ね、ちょっとね、ちょっとやりたくなったなと思って、私僕オリジナルとかカバーとかやってるんですけど、ちょっといつもですとね、もうちょっとゆっくりやるんですけど、この歌今日は極力尺に収めようと思って、ただすごい息切れますね、こういうね途中で握力なくなってくるしね、もうピックはこうずれてくるし大変、そんなこんななんですけど、しくしくと歌ってまいりました。私のライブ最後の曲となりました。ありがとうございます。もうギリでも何でも嬉しいございます。もう最高の誕生日プレゼントとなりました。おめでとう。ありがとうございます。本当にこういう店がありまして、本当に幸せだと思います。小牧にもこういう店が一軒ぐらいあればいいのにね。本当小牧は音楽後進国というか衰退されてますね。オープンしてください。お話ですか。誰か資金を1000万ほど貸していただければいつでもオープンいたします。そんなこんなで親父という歌を最後歌います。親父、あんたはまだ俺が小さい頃、この街が見下ろせる高台に俺を連れてて、俺の頭に手を当ててこう言ったね。よく見ておけ、これがお前のふるさとだ。晩酌の時いつも俺を隣に座らせて、一緒に見ていたプロ野球中継を、入りのチームが負けると不機嫌になり、いつも怒ってくて寝をしていたな。いつも遊んでくれて、いつもそばにいてくれて、いつもいろいろ教えてくれた。悪いことして怒られ、殴られもしたけど、いつも子供のことを一番に考えていてくれた。
親父あんたのそのでかい背中が俺は大好きだったあの頃、親父あんたのその太い腕が俺はあの頃大好きだった。時が経ち中学そして高校生になり、親の言うことがだんだんわからなくなってきて、ろくに会話もしなくなり、たまに話せば口答えばかり。学校卒業して家を飛び出して、居場所求め街に行った時も、親父あんたは何も聞かずただ一言、言ってこいと言って背中を踏んだ。そんな俺を見て一番戸惑っていたのは親父だったんだろう。素直な子供の俺はどこかに消えうせ、目の前には変わり果てた俺。親父あの頃俺は多分一人で大きくなったと勘違いしてた。親父あの頃何が言いたかったんだろう、今なら分かってやれるけど。負け犬の俺が家に戻った時も、親父あんたは何も言わず何も聞かずに黙って俺を迎えてくれた。そしてそれから一週間も経たないうちに、親父の命の光が突然消えた。まるで一人になっちまうおふくろを任せるために俺を呼び寄せたみたいだった。おやじあの頃何が言いたかったんだろう、何を伝えたかったんだろう。おやじあんたの悲しさ悔しさ今なら少しは分かってやれるけど。親父あんたの年は超えたけど、俺はあんたの背中はまだ超えられない。親父あんたのそのでかい背中が俺はあの頃大好きだった。俺は言えなかったけど、俺はあんたのことが大好きだった。また生まれ変わったとしてもやっぱりあんたの子供で生まれてきたい。はい、ありがとうございました。圭介さんでした。どうもありがとうございました。2部のね、トップバッターは圭介さんということでね、3曲演奏していただきました。